正直に怖いです。強いんで、あの自分がまあ今までにやったことないその、まあ、打撃の選手なので、まあ、単純にやっぱ怖さっていうのはあります。まあ、その辺は多分僕なんかぐらいじゃお話にならないと思うんですけど、まあ、勝負はやってみないとわからない部分があると思いますので、まあ、あまり逃げ腰すぎてもいけないと思うので、勝負せざるを得ない場面ももちろん出てくると思いますけど、まあ、何かにこだわるってことはできるだけしないようにしていきたいなと思ってますので、まあ、その辺はあとリング上がって実際やってみないとわからないですね。はい、ご想像している通りの展開になるでしょうし、ならざるを得ないと思うんで、特別皆さんのその期待を裏切るってことはないと思いますね。I'm looking forward to having my first fight in Shuto. Nervous. I've been excited all week. I've been excited for a long time to come here. I have a very good opponent. Gonna have to be very fast paced or very slow at times so my feet don't get caught up in those leg locks and ankle locks. I just want to put on a good show for the fans and for Shuto. I don't want to go armbar for armbar or leg lock for leg lock, but I'll go left hand for right hand all day long. So I'm going to try for the knockout standing.2004年3月22日東京後楽園ホールです。さあライト級の3回戦上松直也対ジェンスパルバーゴングです。あらハイキック、これガード、あのサウスポーにはあのいい攻めですよね上松は、はい、鮮やかな頭髪ジェンスパルバー、これが日本シュートのリング初お目見合う、すごい早いですね、入りました、膝膝を見せるジェンスパルバー、首相撲だったら上松もやるんですけどね、ちょっと今制されましたね。さあ上松は蹴る、上松の方が先制のローは良かったんですけど、そこを気にせず前に出てきますね。インド、これは仮、うー、左フック。さあ上松の蹴りがジェンスパルバーに、あのインド、鋭いジャブ打ちますね、左、はい、これは空振り、上松ちょっと距離取ってもいいと思うんですよ、そうですね、正面立たないで距離取った方がいいですね、はい、ジェンスパルバーがジャブをついてくる、インラー、ロー本当にですよ、ちょっとローに入ってます、ローブローに入りましたが、これは気にせず試合再開、気にしないですよね、何が、そうですね、さあ内ももどんどん蹴る上松、これはバランスを崩した、あくまで立ち勝負ですね、ジェンスパルバー、ジェンスパルバーはタックルあるんですよね、ありますね、レスリング非常に強い選手ですから、上松の寝技はしたくないでしょうね、それは言えてますね、 UFC 初代ライト級のチャンピオン、あの BJ ペンも下したジェンスパルバー、シュートのリングに上がってます、正面すぎるかなって感じしますね、体相手に見せすぎてる気がしますね、なるほど、おっとボディ膝を出す、これもバランス悪い、強気でいってほしいですよね、上松のミドルの跡が背中に残ってます、ジェンスパルバーの背中、ハイキック、これはガード、ここまでいいですよ上松攻めは、パンチは伸びる、ワンツーから来たい、ボディ、あちょっと切れた、ボディ入りましたね、上松ワンツーボディ、あこれは下がった、ちょっと動き止まりましたね、これちょっと距離取るかタックル入るか、うわーっと入った入った、上松にパンチ、あ後ろ向いて倒れた、上松が倒れた、いや完全にカウントは進みます、ボディ効いてましたね、右のナイン、左ですか、左のボディですね、いやこれで終わり、カウンタージェンパルバーのノックアウト勝ち、いやちょっと衝撃のデビュー戦ですね、これは驚きましたね、ジェンスパルバー、いやー全くグラウンドはありませんでしたが、いや上松ももうちょっと冷静になって、高島さん言ったように距離取っていけばまだチャンスはグラウンドとかであったと思うんですけど、させてもらえなかったです、ボディ、ここでちょっともうあの止まってますね、足が揃ってますもんね、足が、そしてこの左左右のパンチが入ってしまった、アッパーを突き上げる、後ろ向いた、これで上松がリングに崩れ落ちました、なんとも恐ろしい悪魔がシュートのリングに降臨しました、ジェンスパルバーノックアウト勝ちです。Felt good, real good, been working a long time the last 2 months hard on body shots,
You don't see too many body shots thrown in MMA or Shooto. So that's what I was working on. I was trying to do hard body shots. His kicks, my knee, very hard. They're very hard on the knee. I just tried to stay focused and pump that jab, keep that jab in his face. I seen that his hands were high, so I knew I could come low. And that's when I just take your time, pick your shots. If you'd have seen me fight a year ago, I tried to throw one punch. Now my right hand is a lot more into it, and I set things up now. So this sixth time in Japan, and the best I've ever felt. I'm excited. I thank Shooto for believing in me and giving me this chance, and I just wanted to come out here and let them know that they didn't make a mistake by bringing me on board.